こんにちは。今回はエドマエルフ第11話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。それではどうぞ。コマちゃん来た。相変わらずコマちゃんのおっぱいがでかい。 HG リミテッドクリアカラーゴンゲムが焦げる。エルダかわいいね。エルダが言ったこと聞き取れなくてガンプラの型番かと思っていたら字幕出してくれたの笑える。ほとんど神社にいるのに泥棒が入る隙があるのだろうか。ピンポイントでそれ盗まれないやろ。商品名イフノオープニングでカットされてくさ。レイパートからいつものテンプレナレーション。しょんぼりするエルダかわいい。ふん、興味なし。高麗ちゃんが久しぶりにいっぱい喋る。ポケカみたいなもんだよな。言うてエルダ部屋から出ないだろう。金庫の中に金庫、マトリョーシカ。部屋に入ってほしくない。まあ警察は呼びたくないな。オタク特有の部屋見られたくない現象。まあポケモンカード強盗だっている時代だしな。今はポケカも盗まれる世界ですし、そう思うとタイムリーだな。なんかスイッチ入った。なんだその変身バンクみたいなやつ。コマちゃん探偵バンク。変身したかと思ったらそうでもなかった。変身バンクっぽいのがあったのに変わってない。なんかノリノリなコマちゃん。探偵を呼ぶと思ったら自分だった。それは探偵というより魔法少女のポーズでは。名探偵コナ、コマちゃん。ほんとコマちゃん要素が多いな。ここが事件現場か。犯罪の匂いがプンプンするぜ。今週の豆知識コーナー。右から左にテロップが流れがちなアニメ。探偵なんてアニメかドラマくらいしか見ないよな。出た、コマちゃんのイケメン発言。コマちゃんとかゆいイケメンで巨乳でツインテとかゆいお配りセット。キュンキュンしちゃう。僕もコマちゃんに犯人扱いされたい。かまいたちの夜みたいな画面きた。8ビットアドベンチャーじゃねえか。なんか見覚えのある画面だと思ったらかまいたちの夜か。探偵だからかまいたちの夜。サウンドノベルっぽい BGM。 今夜12時誰かが死にそう。かまいたちの夜で育った世代が作ってるな。かまいたちの夜っぽい演出だと気づいた人はみんないにしえのオタクです。あれあれ、小糸ちゃんの反応がおかしいな。これはなんか心当たりあるな。知らないって言ってるから知らないんでしょ。もう自白してるだろこれ。小麦粉で鑑識すな。その辺に小麦粉塗らないで。醤油ずたそきた。小麦粉がなくて困ってる小ゆずちゃんかわいい。おかしく言いながら食べ歩くそうさ。おかしく言いながらはおかしいな。ブランドバッグで丸わかりなのはロタ。真犯人ここにいるんだが。コナンリスペクトの黒塗り。よく見たら高校数学レベルの数式ばかり。一体犯人は何人ちゃんなんだ。犯人はお前だ。逆転裁判かな。なんだって。もうなんかいろんなのが混ざりすぎ。コイトちゃんの悪い顔。そう、サスペンスもへったくれもない。私がやりました。正直に言えばよかったのに。床に落ちてたんならしゃあない。お腹すいたな。は関係なくて笑った。最後の選択肢が現実逃避すぎる。セロハンテープで見るも無残な姿に。ゴンゲム、変わり果てた姿になっちまいやがって。まあセロテープなら剥がせばいいし。悲しい事件だったね。裁判来た。この二人巻き込まれててくさ。付き合ってくれるの優しいな。あぐらで裁判もひどくて笑った。コマちゃんの足良いですね。探偵ごっこの次に裁判ごっこでくさ。確信集中戦で暇出しとか言わんでもいいから。アホコマ、手バトンあまりに良すぎるな。自然な流れで江戸前知識ネタ。強制も司法も警察も全部一緒って。下手人って首にかけられててくさ。下手人な生き生きしない。この下手人全く悪びれていない。接着剤使ったらもっとひどいことになってるぞ。悪いのはエルダ様。風向き変わってきたな。大事なものを床に置いてたんだもんな。ここでエルダに鋭いカウンター。エルダさんにお仕置きが必要だった。めちゃくちゃ突き刺さる。もうやめて。高耳様のライフはゼロよ。プニプニエルダ様めっちゃ可愛い。絶望的に日頃からの信用が足りてなさすぎる。私に罰を与えてほしい。意味深。全43話主張って、それも完全にファストやないか。いや興味なかったらなかなかしんどいぞ。コマちゃんが飽きたから閉廷。あんまり面白くならなかった。正直やな。ズル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 連行されるコマちゃんが可愛いわ。
最後コマちゃんが制裁されててくさ。オタク特有の早口きた。案の定出ている。そりゃそうなるよ。さすがに全43話は苦行すぎたよね。43話と言い打ち切られ感はガンダムリスペクトかな。ユミ耳祭りきた。すっごい言いにくそうな祭りなだ。3回言ってみよう。ユミ耳祭り。微妙に噛みそうになってるエルだ。ユミ耳って言いづらすぎて何回ここのリテイク食らったか気になる。あまり私を舐めるなよ。虚勢。一気にやる気がなくなるエルダ様。船も怖いに決まってるだろ。私だぞ。なんだろう、この情けないにも程があるけど説得力しかない物言い。かつてないほど情けない切れ方。実際佃島の祭りって海に関わりのあるお祭りだった気がする。東京で魚はもう取れなさそう。運命共同体はエルフじゃなくて女神だろう。もしかしてエルダは金槌なのかな。ドンマイとかあるの。的から外れればドンマイって感じ。その敵手で持ってると危なくない。エルダって弓矢使えるんだね。エルフが弓が得意設定生きてた。溺れる溺れる。あばば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 ば。だだこねる不老不死なエルフ。こいつ真っ先にだだこねるよな。落ちるの期待すると影芸人みたいなノリになってきたな。エルダからしたら珍事件なのに人間側で伝説みたいになっている。本末がこけてるってセリフまた出てくるとは思ってなかった。本末がこける、この二人のお気に入りワードなのかな。何回生き物が寄ってくる匂いを発しているエルダ。つまりエルダはリリース要因だった。東京は川が多いというか元は湿地帯だからな。江戸の頃の河川はすごかったらしい。そういや江戸ってそんな地形だったな。家康くんって江戸をあそこまで整備したのすごい。かまいたちの夜にシムシティとか懐かしいネタしてきやがって。今回はスーパーファミコンリスペクト多いっすね。3回目はドンマイだった。完璧なオチだな。あ、じいさんじゃなくお母さんがいたのか。あ、その時は恋とのお母さんがいてリトだったのか。小ゆずちゃんそんな前からお料理を。小ゆずさんはお料理教室覚えました。ヘッドショットきた。弓矢でヘッドショットはクソゲーの広告なんよ。ヘッドショット狙った。マジでヘッドショットされそうになってる。マジでヘッドショット狙うやつがあるか。ガチで命の危険を感じて草生える。敵持ってやるの危険すぎん。いや、初心者がまっすぐ飛ばせるだけですごいぞ。小ゆずさん来た。また汗がぴょこぴょこ出てる。小ゆずちゃんかわいい。じいちゃんの手が全治3週間。これは小糸がやるフラグ。フラグ回収来た。ヘッドショットは嫌だ。ってそんなとこ狙わないでしょ。自然な流れだ。珍しく続くんだ。弓耳祭りで最終回ヘッドショットか。予想はしてたが終わるの嫌だ。ヘッドショットで最終回か。果たしてエルダは生き残ることができるのか。秘宝、来週最終回。もっと早い時間にずっとエルフをサザエさんみたいにやってほしい。最終回前だけどいつものクッキーでこれがエルフって感じやな。原作にない保管要素が足されててもうなんか泣けてくる。来週はみんなバスタオル用意やで。先々週のブツもリパロはセリフだけだったけど、かまいたちとシムシティのパロは原作準拠だったな。プラモはてっきり後ろの棚にジオラマで飾ってあるやつで模様替えして場所変わったのを忘れてたオチかと思った。運命共同体とか言い出すから爆笑しちまったじゃねえか。リアルのコケカ転売とかぶる話といい、本当に持ってるなこの作品。互いに頼り互いにかばい合い互いに助け合う。エルダがウジコのためにウジコがエルダのために。だからこそ月島で生きられる。知らない、すっとぼけ。部屋は入れるのってエルダかコイトちゃんしかいないから犯人探しはありすぎやより楽だったな。踏まれたのはエルダ様が悪いよな。でもセロテープで直してドヤ顔なコイトちゃんには笑うわ。エルダのお気に入りロボが痛ましい姿に。嫌な事件だったね。コイトちゃんも大概おかしいな。セロハンテープのところとか結構ずれてる。 W 歴史的価値のある絵画が破れてもセロハンテープでつければ大丈夫と思っちゃうんだろうな。裁判の顔ぶれ見て改めてこのアニメ少ない人数で回してるなと思った。大阪と石川はあくまでもゲストだし。ファースト見させられて寝落ちしてる小糸が可愛かった。まあ興味なかったら拷問だよな。個人的にはファーストならいけるが、それ以外なら地獄。例えるなら俺らがクリキュア前は見させられるような感じ。ここ20年で東京の川綺麗になったよな。90年代とかマジでドブみてえなの多かった。それにしてもクソ臭いけどな。工業的なヤバさは少なくなった。それはまあそうやな。
さらにどんどん綺麗になるとええな。ヘッドショット笑った。どうせコイトちゃんが撃つことになると思ったわ。あんなんでも一応エルフだから弓は得意なのか、高いところはダメで船もダメって草原エルフだったのかな。姉と違って服装豊か、小ゆずちゃん可愛い、困った顔も可愛い。エルフの不老不死ってどのくらい不死身なんやろか。腕とか足ちぎっても再生するのかな。不老不死は寿命に関しての話じゃなかったっけ。不死身はゲーム的に言えば HP がゼロにならないと解除回復力だったはず。今回は最終回前なんですけど、 HG144 分の1機動武士ゴンゲム35周年リミテッドクリアカラーバージョンがなくなって犯人探し、暇だから名探偵コマちゃんが爆誕するといういつものまったり日常なお話で、これぞ江戸前エルフってな感じでした。オープニングでセリフキャンセルには笑ってしまいました。ってカエルだって一応女性なのにプラモとかハマるんですね。偏見です、すみません。こういうとこでいろいろなパロディが出てきたのも面白かったです。特にかまいたちの夜みたいな画面になるとこはうまい演出。マーコイトちゃんが犯人なのは開幕早々バレバレだったよね。金田一の世界では生きていけないキャラですわ。わざわざ大人を呼び寄せて裁判するというアホっぷりもまたいいですね。なんだかんだ来てくれる二人もいい人。さすがに往診の途中で来てるのはおかしいけど、その患者さん待ちぼうけ食らってるのだろうか。後半はお弓信二のお話、いろいろあってヘッドショットを狙うぐらいの腕前のコイトちゃんがまさかの代打で信二をやることに。やっぱり最終回にはこのエピソードを持ってきたか。二人の絆をこれでもかと再確認できる極上のお話ですもんね。でもそれだと尺が余るような気がするけど、最終回用に最後我々を泣かせるアニオリ持ってきそうです。でもこのアニメらしく最後は笑っていつもの日常は続いていくって感じで締めてほしいかな。というわけで来週いよいよ最終回です。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。